よし、マスターのこだわりはすごい。食べてみる？すっごいバター。とことんこだわった発酵バターですから。発酵バターで深まるコク、味わい。ブルボン贅沢ルマンド。こだわって贅沢。贅沢ルマンドで贅沢に目覚めてしまったあなたへ。新しい贅沢。ラングロール。くるくるっと生地をロール。サクサクっと軽やか食感。バターが濃い。新登場、ブルボン贅沢ラングロール。お試しあれ。こんにちは、中村智也です。ブルボン贅沢ルマンドの新しいテレビ CM が完成いたしました。カフェドルマンドの第2弾ということで、今回はマスターの美味しさへのこだわりを感じていただけるよう演じてみました。お店に新しい仲間も加わり、前回とはまた違う楽しさがあると思います。こだわりの詰まった CM を、こだわりの詰まった贅沢ルマンドを食べながらぜひご覧ください。これしない。しない。すっごいバター。とことんこだわった発酵バターですから。ちょっとライダー、ちょっとライダー感で。ライダー感。ライダー感。あ。よい。あ。新しい贅沢、ラングローブ。お試しあれ。普通？若干ね。撮影終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最近ですね、酢キャベツ、キャベツの酢漬けにハマってまして、家で自分で作るんですけど、例えば納豆とちょっと混ぜたりとか、あとお肉食べるとき入れたりとか、味の濃いものもさっぱり食べられる。それをねハマってて、なんか、毎日食べれるわけじゃないんですけど、仕事でね一日外いることもあるんで、でもなんか都度都度それを食べるようにこだわってますね。あと一人用のジューサーみたいな手に入れたんですよ最近。こんなちっちゃいボトルになるような、それで果物と牛乳とかでねやって、そう、そんなのがマイブームでこだわってますね。ファミレスとかファーストフードとか、あと引っ越しの日雇いとか、ちょこっとだけ倉庫整理みたいなやったりしましたね。引っ越しの日雇いのバイトが、初めて行った日がもう真夏のもう30何度みたいな日に、めちゃくちゃ本持ってるおじいちゃんの家の引っ越しだったんですよ。がもう絶望的なくらい大変で、だけど次の日はなんかめちゃくちゃちょろかったんですよ。だけどもらえる日給一緒っていう、なんか何とも言えない気持ちになりましたね。当たりを引きたいと強く思いましたね、あの時。はい、こんにちは、豊田雄大です。失礼します。なんで笑うんですか。静かに入ってきたなと思って。なんかここの方が緊張します。いかがでしたか。
いやもうあの CM の撮影も初めてで、うん、智也さんと現場で会うのも初めてだったので、ね、2つ初めてがあって緊張しました。とりあえずそんな緊張するタイプじゃないでしょ普段。はいね、はい、今まで何回も会ってきてるけど緊張してるの見たことなかったから。本当ですか。うん、そういう風に見えるのかな。こういなんか朝挨拶だけ来てくれたじゃん最初。はいはい、あなんかこいつ今日顔がちげえなと思ってさっきも言われたやつだ。緊張してんだなって思って少し緊張してました。いやでも勝手も違うしね。そうですね、こう怖い大人もいっぱいいるしねいや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 、支えてくださるスタッフさん方です、うん、いやなんか穏やかな雰囲気が僕智也さんにすごくあって、で今日僕緊張してたんですけど、うん、その智也さんの穏やかな空気でちょっと和んだというか。あ、それはよく言われる。それどうやってやってるのかなと。基本的に自分が森林だと思い込むことかな。あ、もう森だと思い込んで。そう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 、やっぱ森林浴というかマイナスイオン、うんうん、その辺は、うんうん、あの本気でそう思ってる。難しいな森、今日は森、今日は森、うん、マグマの日とかありますか。たまにあるね、やっぱどうしてもね。そうか、でもやっぱマグマは自分もしんどいしね、はい、あ、そうですよね、暑いですもんね、うん、マグマ。そう、でもどうしてんの逆に緊張。いやもう緊張してもその時緊張した自分でやるしかないと思ってます。あ、正しいと思うそれ。あ、無理するとボロが出るというか余計変なことになっちゃうからね、はい、もうできる時のパフォーマンス 100% が自分の実力だと信じてるので。あ、なるほどね。もう、はい、もう一回言ってもらって。え、その緊張した自分で出せる実力が 100% 今の自分の実力だと思い込んで。それいいこと言うね。どの仕事をしててもそれは通じるかもね、はい、学生さんでもね、うん、緊張する場面ってあるから。はいはいはい、うん、なんかそういう風にいこうかなと思って今日も来ました。それはだから ナチュラルだよね豊田は。いつもね、本当ですか。そういうところがね。ありがとうございます、うん、俺はもうそんぐらいの年頃の時は、はい、俺できますって顔でこう、あ虚勢を張って何度も失敗してきたから、はい、いやそう偉いと思うよ。いや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 、たくさん失敗していきたいと思います、うん、贅沢シリーズ皆さんから好評いただいておりますが、あの新しいお味も出たのでね、またこの CM を見て、あ、ちょっと食べてみようかなって思っていただければ嬉しく思います。はい、この贅沢ルマンドを僕はしっかり食べて、うん、そしてあの CM もしっかり見て、うん、あのルマンドカフェドルマンドの店員として、成長していけるように頑張っていきたいと思いますので、これからもルマンドと豊田雄大とトップコートをよろしくお願いします事務所まで大丈夫、そのうち俺のところ豊田になってんじゃない。いやね、そんなやれるように頑張ります。頑張ります。さよなら。どういう振り方よ手の前で歯を見せて。